はい。ジャン君。ジャン君。はい。ジャン君がですね、家へ来て9年になります。9年経った今ですね、こんな可愛い声で泣いていますけれども、9年前の来たばかりの頃のジャン君、そうですね、シャーばっかり言っていた頃ね、そのシャーばっかり言ってた頃、それからその後、いろんなことがあってですね、その泣き声にちょっと注目してみようと思います。さあ、じゃあ9年前のジャン君、どうぞ。はい、はい、ちょっと怖かったでしょ。ジャン君でもいいもん聞かかれて。今日一番のシャです。あ、はいはい、そんなに。はい、また怒った毎日飽きずに怒りましょ。はいはい、大丈夫だよ。ご飯だからさ、行こうね。はい、何怒ったの。はいはい、はい。ジャン君は我が家に来てからですね、大体3ヶ月ぐらいかな、ずっとシャを言い続けていました。でそれに耐えてですね、いたところ、ジャン君のシャはだん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 数を減らしてですね、今度はものすごい無口な子になりました。何をしてもというか、そうね、リアクションが薄いというか逃げ腰というか、黙っているっていう時期が続きました。その様子も見てみようかな。ジャン君が家に来て4ヶ月経ちました。3ヶ月目と4ヶ月目はあんまり変わりはないんですが、ちょっと触ってみます。パンチが効きません。ちょっと怖がっているのはかわいそうですけど、だいぶこれでも進歩かな。いいよ、触らないよ。そしてね、ちょうど1年経った頃にですかね、ジャン君をなでなでできるようになって、そこからぐんぐん、人間との仲が良くなってきました。そして、マオイママさんとですね、会話をするというシーンがありました。どうぞ。
信じた。100。おお、返事したね、ジャン君。ポンちゃんまた入った。本当？うん。っていう音がしたよ。わかるって。行くね。ねえ、聞こえないよ。鳴ってた？あ、そう。鳴ってたよ。聞こえないの？うん。音のため近づけて。ぐるぐる言ったんか。こっちから取るかな。そしてそれもね、はい、はい、そういうね、お父ちゃん戻ってきたよ。じゃんけんよかったね。じゃんけんじゃん、はい、はい、戻ってきたよ。じゃあ再燃しようか。お帰り。さあ、そしてですね、ジャン君はとてもおしゃべりな子に変化していくわけですね。パパが寝ているのを起こしたりとか、お風呂に入っている時に外から呼んだりとか。ジャン君、どん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 おしゃべりが好きになったのか。そして、ここへ来てですね、とても可愛い声で泣くようになりました。じゃあ残りはジャン君の可愛いニャーをたくさんご覧ください。はい、ジャン君、
はい、ジャン君です。はい。ジャン君、はい、申し上げた。じゃあ、かいで、はい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 、よし、来た。はい、はい、で、ジャン君、はい、はい、ジャン君、はい、来た。二人で撫でてほしいのか。はい、そうですか。はい、わかりましたよ。はい、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 ね、ジャン君。